はい、皆さんこんにちは、大塚チェンジです。今回もね、マクドナルドではないお店のハンバーガーの紹介です。今回がね、モスバーガーですね。モスバーガーもね、期間限定のエビ系のバーガーを出したっぽくて、エビマヨソースのエビカツバーガーとエビグラスソースのエビカツバーガーらしいです。エビマヨソースわかるんだけど、エビグラスソースって何なんだろうね。ちょっとまだ想像つかないけど、とりあえずね、食べていってみましょうか。ではまずこちら、エビマヨソースのエビカツバーガーからいきたいと思います。はい、こちらですね。まあなんかモスバーガーって野菜が多いイメージあるよね。いただきます。まあ、そんなにソースの味が濃いわけではないですね。まあ、確かにほんのりエビマヨ感の味のあるソースかなぐらいな感じ。まあ、だからほとんどね、普通のエビカツバーガーのような感じはする、正直。まあソースの分ちょっとまろやかにはなってるかなっていう感じはするけどね。どうなんだろうな、レタスをちょっと少なめにしたらもうちょっと味するのかな、ちょっとわかんないけど。まあでもやっぱりさすがモスバーガーですね。味はとっても美味しいです。では続いてですね、エビグラスソースのエビカツバーガーいきたいと思います。こっちはなんかソースたっぷりって感じがするね。いただきます。こっちのソースの方がやっぱり味がしっかりするね。めちゃめちゃ濃いってわけじゃないんだけれども、すごい風味がしっかりしてる。本当にほんのりエビの香りがするデミグラスソースですね。いや、このソースは普通のハンバーグにもめっちゃ合いそう。なんかそういうバーガー作ってほしいな。まあ、普通にデミグラスソースってハンバーグに使うからね。なんかエビだけに使ってるのがちょっともったいなく感じるぐらいだけど、でもエビカツにめちゃめちゃ合ってます。これはすごいなんか当たりですね。今度6月にね、職場の近くに新しくモスバーガーができるんですよ。まあ、なのでもしまだその時もこれやってたら普通に食べたいな。まあ、でもモスバーガーで一番好きなのはモスライスバーガーの海鮮かき揚げなんですよね。あとは定番の照り焼きバーガー。割とモス行ったらその2つ食べることが多くて、まあ、だからね、完成するのが楽しみですね。はい、ということでモスバーガーの新作バーガーの紹介でした。まあ、結構エビグラスソースのね、方が美味しかったので、まあ期間限定ということなのでね、ぜひお早めに食べてみていただけたらなと思います。はい、ということでこの動画気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録の方ぜひお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。大塚チェンジでした。お祭り騒ぎの大宴会。